こんにちは、芸能ダイヤです。元キング&プリンスのメンバーで現在 2B に所属している平野紫耀さん、その影響力がとんでもないことになっているようです。9月18日にインスタグラムを更新した際には、高級ブランドルイ・ヴィトンのアンバサダーに内定したと匂わせる投稿を行い、ファンからは歓喜の声が上がっていました。話題の投稿はルイ・ヴィトンの秋冬メンズコレクションで統一したコーディネートを載せた写真。平野さんのコーディネートは確認できるだけでも総額93万円超ですが、この投稿を見たファンが同じ商品を購入しようとしたのか、公式サイトでは一時ページが見つかりませんと表示されるアイテムもありました。これも平野さん効果なのでしょうか。また9月28日発売のファッション誌エルジャポンでは、平野紫耀特別版と題した特集記事を掲載すると発表。各予約サイトでは受付開始とともにほぼ完売しています。また紙面でも憧れのブランドだったというルイ・ヴィトンを、しかも同ブランド最新の LV4 コレクションを着用していることも明らかに。まだ公にはなっていませんが、これはアンバサダーに就任した可能性が非常に高いと芸能ライターは話しています。ハイブランドのアンバサダーはブランドを身につけてファッション誌でモデルをしたり、ファッションショーに参加するブランドの顔となる存在。そのため世界的にも知名度の高いモデルや役者が選ばれるのが通例となっています。現在の平野さんはドラマやバラエティなどテレビ番組への出演はない状態ですが、インスタのフォロワーは400万人以上と絶大な人気を誇っています。テレビで見かける機会はなくとも、やっぱり翔くんはすごいとファンたちは舞い上がったわけですねとスポーツ紙記者は話しています。9月19日にはこの投稿の種明かしがされ、9月28日に発売されるファッション雑誌エルジャポンのモデルカットであることが判明。同雑誌でルイ・ヴィトンを着用したファッションポートレートと独占インタビューが9ページにわたって掲載されています。しかしファンたちはアンバサダー就任ではなかったことに落胆する様子もなく、雑誌を手に入れようと奔走。予約販売のためのサイトは一時つながりにくい状態になっていました。平野さんの持つ影響力の大きさはさすがですが、ファンたちが注ぐ情熱も生半可なものではないですね。さらに平野さんは10月10日にインスタグラムを更新。ソファーでくつろぐ姿や白い置物に寄りかかる姿など撮影時のオフショットを披露し話題を呼んでいました。平野さんはここ数日の間同じように大量にどうぞと綴って自身の写真を多く投稿しています。最新の姿を届けてくれる姿勢にファンは歓喜していて、毎日ありがとう、今日も大量ポストありがとうと喜びの声が寄せられていました。ファンを喜ばせている平野さんですが、10月10日の投稿に関しては写真のある部分が話題になっています。投稿された1枚に平野さんが白い象の形をした置物に寄りかかっているものがあります。この置物はアメリカ人デザイナーの作品で、スイスの高級家具メーカーが取り扱っているものなのですが、平野さんのファンはこれをすぐに特定。なんとインスタ投稿のわずか数分後にオンラインショップで品切れする事態になったのですと芸能ライターは話しています。象の置物は子供のおもちゃにしたり飾ったりするのが用途とされており、その価格は3万8500円と高価なもの。ファンの行動の速さについてネット上では、平野タン、もう完売させるプロやん、さすが完売王、秒で売り切れ、光の速さじゃん、など驚きの声が上がっていました。平野ファンの特定力に関しては過去にもこんなことがありました。2020年には自宅マンションが特定されて騒ぎになったことがありました。今年7月のインスタ開設後もプライベートショットの背景から飲食店などを特定して聖地巡礼に押しかけるファンが続出しています。一方、特定行為についてプライベートを載せてくれなくなるかもしれないと危惧するファンや、マナーを守って経済効果出しましょうと呼びかけるファンも。今回の場合は置物が商品としてが売れるだけですから、そんなファンの熱がいい方向に作用しているケースですねとスポーツ紙記者は話しています。さらに
平野さんが所属するナンバーアイが11月15日発売の雑誌ナイロンジャパングローバルイシュー04の表紙に登場しています。10月15日に東京ドームから行った生配信で新グループの結成を発表した3人、ナンバーガイとして雑誌の表紙に登場するのは今回が初となります。ナンバーガイは表紙とバックカバーのナイロンガイズに登場し、エクスチェンジングラブレターズ、ラブレターの文通をテーマとしたストーリーを展開しています。ガイズのカバーストーリーでは儚く美しいビジュアルを展開、ガーデンではしゃぐ3人が作るトーテムポールというキーワードのもと三者三様の愛が表現されているようです。ストーリーのラストはメンバーを代表して読者のラブレターを受け取る様を表した平野さんの表情で締めくくられています。今号は全ページとも日本語と英語のバイリンガル仕様で、海外での販売も予定されており、海外版ナイロンでもナンバーアイの特集を展開予定であり、ナンバーアイの海外進出の第一歩となったようです。また神宮寺さんは11月1日発売の雑誌 GQ ジャパン12月号特別版の表紙にも登場しています。自他ともにデニム好きでヴィンテージデニムに目がない神宮寺さんが、生で初めて出会ったヴィンテージデニムや初めて車で旅をした思い出、自身があえて楽しんでいる面倒、そして神宮寺さんが抱く未来予想図などをたっぷり語っています。神宮寺さんにとって今年7月に平野さんと共に 2B に所属してから初めての雑誌表紙、紙面ではデニムの最高峰のクオリティで海外からも絶大な支持を集めるジャパニーズデニムを生んだ瀬戸内を車で旅しています。地域発展のために企画から仕上げ出荷までワンストップで生産を推進するデニム縫製工場への訪問や、デニム作りなどを学べる施設でバックポケットの縫い付けを体験していました。また10月15日に 2B に移籍した岸さん、過去に放送されたザ・鉄腕ダッシュにてその影響力が話題となっていました。岸さんは納豆を食べて生きてきたと言っても過言ではなくて、今もなお好きと話すほどの納豆好きで、2022年3月13日の放送回では新宿ダッシュのベース基地である新宿区の大学の屋上で大豆を育て、さらに藁を使って発酵させて手作り納豆を作る様子が放送されています。一緒に育てた大根やダッシュ名物の新男米も利用して究極の朝食を TOKIO の国分太一さんと一緒に作りました。いい意味でアイドルらしくないガツガツした納豆の食べ方が本当に大好物という感じで視聴者にも好評だったんですが、特に視聴者の目を引いたのは器でした。岸さんは持ち手のついた底が深い納豆鉢を福島に行った時に相馬焼きのところで買わさせていただいて、納豆混ぜ専用のめちゃくちゃ混ぜやすくてプラベで買っちゃいましたと国分さんに紹介していました。相馬焼きは05年に国分さんがダッシュ村の食器作り班長として苦労して焼き上げたこともあるTOKIO にとって思い出の焼き物で、岸さんもTOKIO へのサプライズでお茶碗を作ろうと21年に門を叩いたこともあるダッシュと縁が深い焼き物です。放送後大堀相馬焼きには主に納豆鉢に注文が殺到、あっという間に在庫切れとなってしまったのです。このように彼らが起こす行動一つ一つが日本を大きく動かすこととなるようです。これからのナンバーアイの活躍に注目ですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントをいただけたら大変嬉しく思います。それではごきげんよう。